質疑応答に移ります。審査員の皆様よろしくお願いいたします。佐藤さんもお願いいたします。大変素晴らしいプレゼンありがとうございました。貯蓄から投資へというのとですね、それから、歩くということは健康増進になるわけですから、これは、この健康寿命を伸ばすということになっていくんで、これは日本 の、 その抱えている大きな課題、解決すべき課題両方をやれるというので、ね、大変素晴らしいアイデアだと思うんですけど、これを可能にするにはやはりこのポイントを付与してくれる業者の方、提携業者の方なんですけど、これさっきちょっと韓国の例で18万歩歩いてお茶がもらえるっていうのに比べるとですね、ちょっとそのポイントの、これあれでしょ、18万歩でお茶でしょ、で、23万歩で1000円っていうとですね、これなかなかちょっと提携の方にとっては大変な負担になっちゃうんですけども、この辺日本のためにってやってくれる人がどんだけいるのかなっていうところがですね、ちょっとどう解決されるのかなと。はい、ご質問ありがとうございます。お答えしていきたいと思います。まずですね、こちらのキャッシュ、iWalk、私たちが提案する仕組みにおいては1000ポイント取得するのに8000歩という形になっています。そして8000歩はどうして決めたかというところになっていくと思うんですが、こちら、8000歩というのは厚生労働省が進めている健康日本21という国民健康づくりの運動というのがありまして、こちらの中で1日の理想とする歩数として男性が9000歩、そして女性が8500歩ということを打ち出しております。そこから考えて、ベストな歩数であるというところを考えております。失礼しました。そして1000ポイントというのは1ヶ月、その8000歩を1ヶ月繰り返すと、1000ポイント貯まって、投資ができるという仕組みにしております。以上です。福島様お願いいたします。先ほどのご提案のようにウィンウィンウィンと、本当にウィンウィンウィンで、なおかつ大変シンプルな分かりやすいモデルだと思います。でこれ実はですね、若い方にもちろんフォーカスをして投資をもっと増やしたいということで、投資教育の一環みたいな形でご提言をされているんですが、実はこれって全人口に、年齢層に多分適用できるんだと思うんですね。特に高齢者の場合はまさに歩かなければいけないという、もうそれに近づいている私はですね、これを見てポイントもらうなら歩こうかなって思うぐらいですね、多分そういうインセンティブになりうるんですが、今回その若者というところにフォーカスをされたのは、冒頭に確かにデータで若者が投資の意欲が少ないというところがあったんですが、これ全体に広げて対象にするということはあまりお考えにならなかったんでしょうか。ご質問ありがとうございます。確かに全体全年齢層に適用するということでも考える余地はあるかなとは思いますけれども、日本の現在の投資の現状としまして、若者の投資の意欲が低いということを現状分析として、問題提起しておりますので、あくまで私たちの対象は若者ということで。すいません、それはこれに入るには年齢制限があるとか。いや、特には若者の年齢制限っていうわけではないんですけれども、はい、なんていうんですかね、私たち の、はい、その着眼点といいますか、分かります、はい、冒頭にそういうご指摘があったんで、はるかに若い人たちの方が低いんで、はい、それは分かるんですけれど、なんかもったいないなという感じがするんですが、はい、そこだけに限定してしまうのは。ありがとうございます。はい、今のこの提案の中では、年齢層はターゲットは絞ってるけですけど、決めてはないので、ぜひ皆さんでやっていきましょう。なるほど、はい、その方が多分日本のために健康的でいいのではないかと思います。はい、ぜひ皆さんでやっていきたいと思っています。鈴木、はい、お願いいたします。
はい、韓国のアプリに着想を得た上でそれを、まあ、若者と投資を結びつけるツールにしようと、こういった点に非常に独自性のあるアイデアだと思います。またプレゼンテーション資料が非常に分かりやすい内容だったと思います。また最初はシンプルな仕組みで導入して、その後にサービスを段階的にまあバージョンアップしていく、こういった点も実践的で面白いというふうに思いました。で、先ほどのちょっとあったご質問と近いんですけれども、基本的にスマホで位置情報というのが企業が購入されるデータということだと思うんですけれども、例えばその位置情報ということだけのですね、私自身詳しく分からないんですけど、その金銭価値というのは どのようにあるのか、例えばそのあるクレジット会社、クレジットカード会社 の経営者の方にお話を伺ったときには、どこでいくらの買い物をしたかのデータがあるが、何を買ったかのデータがないためにデータとしてのですね価値が非常に今薄い、まあ、そういったようなコメントもあったんですけれども、まあ、位置情報の金銭価値についてのどのような見通しかということをお伺いしたいと思います。ご質問いただきありがとうございます。位置情報のビッグデータによると、確かにおっしゃっていただいたように、販売、何を買ったかという購買情報は得ることができないんですが、位置情報ビッグデータであれば、どこから来たとか、どのくらいの年齢層が来たであったり、どのくらい滞在したであったり、まあ来訪頻度、こちらの25スライド目で出しているような得られるデータというのがありますので、まあ、限定的にはなってしまうかもしれないんですけど、まあ、一応このビッグデータ、位置情報ビッグデータをこの仕組みから得られるというところで情報メリットを持たせています。そして一応例としては観光振興の例に用いることができたり、交通計画であったりイベントプロモーションや街づくりだったり、あとは商業施設でもこのデータというのは有効になっていくというところがあります。以上です。どうもありがとうございました。いろいろ、まあ、アイデア豊富なお話で非常にプレゼンも分かりやすくてよかったなというふうに思います。一点ちょっとお伺いしたいんですけれども、ですね、その、まあ、先ほどその、まあ、若者にこだわらないと、まあ、お話があったので、これは非常にいいことだなというふうに思ったんですけれども、その、まあ、歩くことからそのポイントを貯めて、まあ、消費につなげて投資にもつなげていくと、まあ、こういう話なんだと思うんですけれども、その例ではその証券会社との連携でワンタップバイっていう、まあ、こういうものを例にしてあげて説明しておられたと思うんですけれども、仮に皆さんがですね、その証券会社に連携、証券会社と連携する場合に、こう既存 そのサービスとか枠組みではなくてですね、その自分たちが仮にこういう、こうサービス iWork をやるとした場合には、どういう、こう証券会社とどういうサービスで連携したいというふうにお考えになりますか。このいわゆるワンタップバイのやり方でいいのか、もし違うその、スキームの証券会社のサービスがあるんだったら、これがやりたいというものがもしあったらですね、教えていただければと思います。はい、ご質問ありがとうございます。今回、ワンタップバイ、という証券会社と連携を行うという形で、考えを進めてきたんですけど、ワンタップバイを選んだ理由としては、ワンタップバイというのは非常に分かりやすい仕組みになっていて、そしてなおかつ企業も、絞られているというところで、若者にとって投資へのきっかけを増やしていくっていうところを考えた上で、非常に分かりやすい証券会社であるなと感じたので、こことの連携を考えて行くという前提で、論文の方を進めていったんですけども、自分たちで作るとするならば、同じように分かりやすいっていうところを前提に考えていくかなというところと、あと、現実的に考えていたときに新しく作るっていうよりも連携を行うという方が、実現性が高いかなというところ
がありましたので、このように連携を取るという形を取りました。若田委員長お願いいたします。はい、ありがとうございました。大変こういろんなことを組み合わせて面白い提案だったと思います。一点コメントと一点質問ですけど、コメントの方は各国の家計金融資産の推移という図が出てて、これはもう非常に重要な図ではと思うんですが、なぜそうなっているかということについては、もう少し実は分析できるなという気がします。この図はですね、実は名目国内総生産の図に非常に似てるんですね。でつまり、株とかそういうものってものすごく典型的にその、要するにインフレの時には上がってデフレの時には下がるような資産ですの でそういったことの影響もあるのかなと思います。でそれが家計の側にとってみると、これまで続いたデフレ的な環境の下ではどういう資産がいいのかということで家計の金融資産の構成比率にいってるんじゃないかというふうに思うので、だから因果関係は、ちょっと違うところにあるんじゃないかなというのが一つの考えです。で2番目質問の方はこれやることが個別株への投資ということになってて、でこれはおそらく金融リテラシー的な観点からすると実はハードルが実はちょっと高いっていう気がします。どうしてかっていうとこう金融リテラシー的に言うとこう投資の原則っていうのは、長期保有でそれとそのリスク分散ということになるわけですね。でそうするとそういう観点からすると個別株を買っていくというのは少額ではあるんですけれども、やっぱりこう長期的に運用するものでもかどうかということも問題になるし、リスク分散という観点からもですね多少こうハードルは高くなるという感じがするんですよね。でなのでそのあたりをどうお考えなのかということです。つまり金融資産としてその個別株への投資というところを最初のこう若者が入っていくそのゲートウェイにするということがどの程度こうリテラシーという観点から望ましいのかということについてご意見があれば伺いたいと思います。ご質問ありがとうございます。その4スライド目の現状分析に関してなんですが、ご指摘があったとおり、経済情勢、インフレだったりデフレの状況によって変わっていくというのは、その通りだと思いますし、それもその通りだと思います。ですが、私たちとしては、預貯金の割合が高いというところを一応ターゲットとして、原因の一つであるというふうに考えました。そして、ご質問いただいた、リテラシー的な問題というところなんですが、株式を直接買うというところでよりリアルなところ、株式の株価の動きであったりそういった、投資に対する、より実感を持てるというところですね。で説明補足資料の方の、49スライド目の方に、主なポイント投資サービスというのを挙げさせていただいて、今年になって、我々がこのポイント投資サービスを考えている上で行く中で D ポイントであったり T ポイントによるサービスが発表されていったんですが、そこに関して言うと、D ポイントや T ポイントは、扱う種類として主に投資信託になっています。そこで、ですが IOAKとしては株式を扱うことで、先ほど言った通り株リアルなより実感を持った、投資資産運用が持てるんじゃないかなというふうに、考えて、このようにしてきました。以上です。ありがとうございました。以上で麗澤大学チームのプレゼンテーションと質疑応答を終わります。麗澤大学の皆さんありがとうございました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。